まっちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まっちゃんです。こちらはスペインママラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマは否定する、こちらを狙ってみたいと思いますよ。こちらまるちゃんのサバイバルスペイン語講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに、楽しくレアなスペイン情報、あと簡単で必ず通じるスペイン語、あなたにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録プチッとしていただいて、私と一緒に楽しくお勉強していただくと嬉しいです、ということでございましょうかね。本当に皆さんね、いつもね、温かいコメント、あといいねボタン、あとチャンネル登録、本当に本当にね、ありがとうございます。私のね、もう日々のね、もうモチベーション、コメントを読むのが本当に楽しみということですのでね、皆さん何でもいいですから、今日食べたお昼何食べたかってのことでも構いませんからね、私のコメント欄にぜひ何でも書き留めてみてくださいね。あとね、私ツイッターもやっておりますのでね、概要欄の方にね、リンク先を貼っておきますので、ぜひ遊びに来てみてください。で、今日冒頭で申し上げましたね、今日は否定するということなんですけど、これ前にもやりましたけどもね、今日ももう少し幅広く、もう少し丁寧にご説明してみたいと思いますよ。まあ、スペイン語というのはね、まあ、英語なんかもそうでしょうけどね、きっちり否定をいたします。まあ、日本語みたいに、あーさあどうだったかしらとかね、あれはあれなんじゃないとかね、こんな感じで話が進みません。ちゃんとね、ノーを言わなきゃいけないというね、ことがありますから、これ日本の方には大変難しいことですからね、しっかりね、否定する方法というのは今回見てまいりましょう。で、今回ね、見るの文章を否定したり、あと最後の方に見るのはね、単語自体をね、否定するようなこと、ぜひね、最後まで見てみてくださいよ。まず最初にね、文章を否定する。これから参りましょうか。で、最初にね、否定する言葉といえば、やっぱりね、ノー。の、これを使って参りましょう。例えば、カルメン、ジャモアダビ。カルメン、ジャモアダビ。カルメンさんがダビッドさんに電話をしました。これ、ジャマールね。これ、電話をするという意味でちょっと今回使います。まあ、呼ぶでもいいんですけど。ね、カルメン、ジャモアダビ。カルメンはダビッドに電話したということなんですけど、もしこれを電話をしていなければ、どこにノーを皆さん置きますか？カルメン、ジャモアダビ、ノー。これおかしいですね。カルメン、ジャモ、のアダビ。これでもおかしいですね。どういう風になるかというと、カルメンのジャモアダビという風になりました。このノはカルメンという主語とジャモというね、動詞の間にノが入ってきましたよ。カルメンのジャモアダビという風になりましたね。で、これまあ第一の法則といたしまして、主語がある場合、主語と動詞の間にノを入れて否定するということになりますよ。カルメンのジャモアダビという風になりました。今ね、主語という風に私申し上げましたけど、スペイン語はね、主語がね、省かれる場合が結構ありますね。例えば、ジョエストイビエン。ジョエストイビエン。ね、このジョ、これを、ね、省きがちということで、estoy bien、estoy bien というふうに言いますね。私元気というふうに言っている。これなぜね、こういうふうに主語が省略できるかというと、このね、estar、ベルボ estar ね、estoy、estas、esta、estamos、estáis、están というふうに、主語ごとに動詞の形が変わるというね、法則があるわけで、例えば、エストイであれば、もう主語は、ジョというふうに決まっているということなんですね。ということで、このジョが省かれてしまう。ということで、エストイビン、私元気、ね、私元気、これを私がもし元気じゃなければ、どこにノーをつけましょう。まあ、これは簡単ですね。ノーエストイビン。のエストイビエンという風になりました。で、主語がない場合は、動詞の前にのを置くということになりますよ。のエストイビエンという感じで使っていくということになりますね。これが第2の法則。主語がなければ、動詞の前にのを置いて否定するということになりました。次、3つ目なんですけど、よくね、あります。認証代名詞ってやつありますね。直接目的語、間接目的語、あと認証代名詞ね。こういうのどこに置くのということなんですけど、テオイ語。テオイ語。ね、電話かけてきて、聞いてるよってことで、テオイ語。テオイ語というふうに言いました。テ。あなたを聞いているという代名詞なんですけど、聞こえない。聞こえない、どうしたのということで、これはどういう感じですか？のテオイ語。のテオイ語という風になりましたよ。これは、このテ、ね、この代名詞ですけど、これは、のと
動詞の間に入っているということになりますよ。ちょっとね、お邪魔しますよという感じで、脳と動詞の間にお邪魔しますよという感じで代名詞が入ってきたということになりますよ。今のはね、目的語みたいなやつでしたけど、再起動詞、せというね、言葉がありますね。例えば、オルビダールセ。オルビダールセというね、単語があります。これがね、何かの文章になっていたとします。ミノビオセオルビドでミックンプレアです。私の彼を、私の誕生日をすっかり忘れていたというふうに言っておりますね。ミノビオセオルビドでミックンプレアーニュね、これなんですけど、これをじゃあ、私の彼は私の誕生日を忘れていなかったというふうにしたい。の、どこに置きましょう、もうね。これどこに置きましょう。これはどういうふうになるかというと、ミノビオのセオルビドでミックンプレアーニュというふうになりました。これもね、先ほどと同じで、脳と動詞の間に、せ、ね、これがせが入ってくるということになります。まあ、これはあれですね、再起動詞ですから、せ、オルビドって、これ、まあ、一塊というふうに考えた方がわかりやすいでしょうか。のせ、オルビド、デミクンプレアリスというふうになりましたね。これがね、まあ、三つ目の法則ということで、代名詞、認証代名詞、そういうやつに関しては、脳と動詞の間に、ちょっとお邪魔しますという感じで入ってくるというふうになりましたよ。シンプレーとかね、トーダスとかね、そういうちょっとね、何しろ曖昧な感じの副詞というのがありますね。これとね、セットにして使うことがあります。例えば、ノーシンプレボイアルヒムナシオ。ノーシンプレボイアルヒムナシオというふうに言いました。ね、あなた体鍛えてるけど、毎日ジムに行ってるの?というふうに聞いていました。そうす。ノーシンプレボイアルヒムナシオ。毎日ジムに行ってるわけじゃないんですよというふうに言ってます。まあ、週に3日ぐらい行ってて4日は楽でトレーニングをしていますというふうに言ってるってことでしょうか。ノーシンプレボイアルヒムナシオというふうにね、今のノーとシンプレがセットになって使われている、いつもではないというふうになりましたよ。あとで例えばトードスね、トーダス、これですけど、例えばノートダスラスフルータスレスグスタン、ノートダスラスフルータスレスグスタン。これどうなってるかというと、ノートダス。これは全部じゃないってことですね。全部ではない。彼らはすべての果物を好きなわけじゃない。ノートダスラスフルータス。すべての果物じゃないよ。ね、これは桃は好きだけど、ドリアンはいまいちだなとかね。柿は好きだけど、トマトはいまいちだな、という、こういう風になってね。すべての果物全部が好きという風に言ってるわけではないということになりました。こういう風にね、ノートドスとかね、ノートダス、ノーシンプル、こういうちょっと曖昧な感じの副詞とセットになって使われることがあるということになりましたよ。質問に答える場合、あなたに例えば誰かが質問しています。お断りをする場合、こういう場合ですね。どういうふうにするかというと、例えば、ケレスベニルコンミゴ、ケレスベニルコンミゴ、ね、私と一緒に来るというふうに誰か聞いてます。すると、あなた行きたくないから、行きたくない場合は、これね、ノー、もうノーですね。ノー。これ、ノーというふうに言いましょう。行きたくありません。ノーというふうに言います。これだと、でもちょっとね、おっきらぼうですから、ノー、ノープエドイ、ノー、ノープエドイ、というふうに言いましょう。ね、の、消えろ、イールでもいいですけども、それだとちょっとね、直接的ですから、の、のぷえどいいというふうに言いました。ごめん、いけないからということなんですけど、これね、今ね、お気づきの方いらっしゃいますか?の、これ最初にの、このいいをまずつけます。いいをつけて、その後ろにまた、ノープエドイールというのがね、一緒についてきますよ。これね、忘れないでください。の、で、これね、書く場合、表記する場合は、脳の後ろにコマ、ね、コンマですね。日本語で言うところのコンマを置きます。コマを置いて、の、コマ、のぷえどいというふうに表記しますよ。このの、いいえ、いけません、というふうになってるわけですね。の、のぷえどいというふうになりますよ。の、のぐらしですね。これ、うちの余り物、これ食べるなんてね、なんかいっぱい、なんか余ったもの、なんか知らないけど、バーベキューの肉かなんか持ってきてくれて、あ、もうお腹いっぱいいらないな、ということで、の、のぐらしやす。の、のぐらしやすというふうに、いらないわ、というふうにお断りした、ということですね。いいえ、結構です、というふうに言うんですけど、の、のぐらしやすというふうに、のがね、二つ重なってくるということになりますよ。とね、
人の意見に同意をしたり同意しない場合、これのねちょっと使い方をちょっとね見ていきましょう。例えば肯定文があります。ここに例えばジョキエロオートラセルベサ、ジョキエロオートラセルベサ、私はもう一杯ビールが飲みたいというふうに言っております。これを一人の方はこの肯定文に対して同意をしたい、私も欲しいということでジョタンビエン、ジョタンビエンというふうに言いました。私もね、カマリオラさんはもう2杯持ってくるということになりますよ。ジョケルオタセルベサ、ジョタンビンというふうに言うと、ビールはね、2杯やってくるということになりますからね。もう一人ね、友達、仲間がいたとして、その人はいらない。その人はビールもう1杯いらないという場合はどうなるのということなんですけど、これは、ジョ、ノ、ジョ、ノというふうに言いますよ。私はいりません。ジョ、ノ、ジョ、ノというふうに言いますね。3人の人が言ってる。ジョ・キエロ・オートラ・セルベサ。ジョ・タンビエン。ジョ・ノ。という風になった。合計2杯のビールがやってくるということになります。でメグステラ・セルベサ。と私は申し上げました。メグステラ・セルベサ。そうすると、1人の方で、さっきもう1杯頼んだ方は、アミ・タンビエン。という風になりました。このね、メグスタ。メグスタ。この場合は、アミ・タンビエン。という風に答えを言いますよ。アミ・タンビエン。で、さっきビールもいっぱいいらなかった人、ね、メグスタセルベサと私が言いましたら、アミノ、アミノ、私はそんなじゃないね。私は好きじゃないわ、という風になりました。アミノ。肯定文の場合は、同意する場合はタンビエン。肯定文に対して同意しない場合はノを使うということになりました。ケロ、オートラセルベサ。ジョタンビエン。ジョノ。メグスタセルベサ。アミタンビエン、アミノ、こういう感じになっているということになりましたね。次にね、否定文。否定文に対して、これをね、同意したり、同意しない場合、ちょっとね、頭がね、こんがらがってきますからね、しっかり気を持って聞いてください。もう最近雨続きで嫌だな、ということで、今日は晴れてますけど、ノーケロサリー、ノーケロサリー、というふうに私が言いました。そうすると、パートナーの方が、ジョタンポコ、ジョタンポコ、というふうに言いましたよ。どういうことかというと、否定文を同意する場合、否定文に対して同意する場合は、タンポコ、タンポコという言葉を使いますよ。さっきのね、タンビエン、ね、ありましたね。あれの反対語だと思ってください。ジョタンポコというふうに言うと、私も行きたくない。ノキエロサリールといったところに、ジョタンポコというふうに言うと、私も出かけたくないということになります。もう一人、出かけたい人が、ワンちゃんがね、私は出かけたいんだよなってね、うちの犬が言ってたとします。犬いませんけど、ね、犬はどういうふうに言うかというと、ジョシ、ジョシというふうに言っております。犬は、私は出かけないといけないのよというふうにね、ワンちゃんが言っている。ジョシというふうに言ってるってことでしょ。私は出かけたい。ね、ただ、この否定文に対して、否定する場合は C になっておるということなんですね。ちょっと頭こんがらがってますでしょうか、ね。しっかり気を持ってください。ノケロサリ、ジョタンポコ、ジョシというふうになってくるということになりますね。メグスタでいきましょう。今度、ね、ノーメグスタですね。ノーメグスタラジュビア。ノーメグスタラジュビア。雨が嫌いなのよというふうに言っています。ノーメグスタラジュビア。そうすると、さっき出かけたくなかった人は、どういうふうに言うかというと、アミタンポコ。アミタンポコ、ね。私も嫌いだわ。ということですね。その雨が嫌いだということに同意しているということになりました。で雨が好きな人が、あのワンちゃんが、私好きなんだけどな、ということで、僕は好きだよ、ということで、アミシー、アミシーというふうに言って、ということになりました。お分かりいただけますでしょうかね。この辺ちょっとね、パズルみたいな感じで、またちょっとね、頭と気をしっかり持ってね、頭の中できっちりね、整理してみてください。止めますと、肯定文に対して同意する場合は、タンビエンという言葉を使う。で否定する場合はノンを使う。否定文に対して同意する場合はタンポコという言葉を使う。で否定する場合は C を使うということになりますからね。自然にも口から出てくるようにちょっとね何度も何度もね頭の中にシミュレーションして口に出して練習してみてくださいね。最初にね、あの、ノーを使ってね、否定するというのをね、お勉強しましたけど、他にもね、否定する言葉というのがあります。例えば、ヌンカ。聞いたことありますか？ね。ヌンカ。もしくは、ハマス。ハマス。これ、決して何々ないというね、言葉になります。例えば、
nunca bebo whisky。Nunca bebo whisky というふうに言いました。ウイスキーはね、もう飲んだことないのよ。今までに私、ウイスキーは飲んだことありません。というふうにも嘘をついてるわけなんですけど、Nunca bebo whisky というふうになりました。で、例えば、私、タバコ嫌いだから、タバコはもうこれから先ももう吸うことはないわということで、ハマスフマレ。ハマスフマレというふうになりました。これ決してもうタバコをこれから先も吸うことはないであろうというふうに言っている。こういう場合に、ヌンカとかね、ハマスという言葉を使って否定することができるということになりましたよ。これちょっとね、不思議な使い方ですけど、エンミビダとかね、エントゥビダとか、このエン、ビダの間にね、この所有詞をつけます。エンミビダというふうに言うと、ヌンカとね、同じ意味になるんだそうですよ。例えば、エンミビダエエスタードエンアフリカ。En mi vida he estado en África というふうに言いました。これは私の人生で今アフリカに行ったことがないというふうに言っておりますよ。En mi vida he estado en África というふうに言うと、これ nunca と同じ意味だというふうにね、追っておいてくださいね。ちょっとね、これね、頭の中こんがらがありますよね。あとね、これ聞いたことありますね。Nadie と Nada。Ninguno。Nadie。これは誰も何々じゃない。誰も何々ない。あと、nada。何も何々ではない。あと、ninguno。こういうね、使う言葉ですけど、これを使うことによって否定することができるということになります。nadie está en la tienda。お店入っていたんだけど、誰もいないな、これ。nadie está en la tienda。どこに店員さんいるのかしら。nadie está en la tienda。ということで、店の中に誰もいないというふうに言っているね。あと、例えば、nada。なだという言葉で、なだぽえでエストルバルメ。なだぽえでエストルバルメ。というふうに言うと、何事も私を伏せ、妨害することはできないぞ。というふうに言ってるということでしょ。なだぽえでエストルバルメ。というふうに言います。こういうふうに使うね。このなだとか、これでナディとかね、そういうのでもう何々ないというふうに否定しているということになりますよ。このね、言葉なんですけど、動詞の前に来る場合は単体で使うんですけど、ノーベボヌンカウイスキー。ノーベボヌンカウイスキーというふうに言うと、これね、私はウイスキーを飲みません。もう今は決して飲まないということなんですけど、このね、動詞の前にノーがついている場合は、動詞の後ろにこのね、ヌンカという言葉がついてくる。タタディエだとどうなのかというと、ノーエスタナディエ。ノーエスタナディエンラティエンダというふうになりましたね。のせなら、のせなら、のてんごにんぐなもねだ、のてんごにんぐなもねだ、というふうに言いましたね。これね、もしかしてですよ、英語とかね、他の言語をね、勉強なさっている方は、いいなってね、思っていらっしゃる方いるかもしれませんけど、スペイン語ではこういうふうに二重否定がね、否定のままで意味をなすということになります。英語だと、ちょっとよくわかりません。よくわかりませんけど、二重否定にすると、マイナスとマイナスを足すとプラスになるみたいな感じで、否定じゃなくなるということがあるそうですけど、スペイン語の場合は二重否定は否定のままだというふうに覚えておいてください。のせなら、のせなら、のとなら、のとなり、のとのんか、こういうのがね、同居してくるということになりますからね。二つのことを否定したり、一つのことだけ否定して、一つのことを肯定する。そういうような時にどういうふうに使えばいいかなということなんですけど、こういうふうにちょっとね、頭またこんがらがっております。今日また頑張って説明していきたいと思います。これどういうふうに言うかというと、例えば、No。で、この一つ目のことを A としましょう。No、A、C、No、B というね、言葉があります。No と C、No という言葉を使いました。No、A、C、No、B。ね、欲しいのというのは、ね、これ何ではなくて何々であるという言葉になります。これどういうふうに、ね、使うかというと、例えば、No quiero beber vino sino café と言いました。これはどういうことかというと、ワインは飲みたくないけど、コーヒーは飲みたいというふうに言っているということになりますよ。No quiero beber vino sino café。どうしてもビーノが飲みたい方に話がね、いっちゃうんですけど、No quiero beber vino sino café。というふうになってます。No iré a Londres sino a Glasgow というふうに言いました。ロンドンには行かないけど、グラスゴーには行くだろうというふうに言ってますね。グラスゴーね、スコットランドのね、一
回だけ行きましたけどね、いいところでしたね。ノンイレアロンドです。シーノアグラスゴーというふうになっているということになります。今のがね、ノアシノベ、この使い方ね、どちらか一つを否定して一つを肯定するという言い方でしたね。ノアコマベロシベ、ノア一つのことをノーで否定してベロシベベ、この B のことに関して肯定します。これはね、どうなるかというとノーケロベベルビーのベロシカフェ、これさっきと同じですね。さっきと同じ使い方なんですけど、言い方が違います。ノーケロベベルビーのベロシカフェ、ワインは飲みたくないけどコーヒーは飲みたいよということですね。でグラスゴーの場合だとどうなるかというとノーイレアロンドレスベロシアグラスゴーというふうになったということになりますね。次、今のにちょっと反対にしましょう。反対にするということは、ワインは飲みたいけどコーヒーはいらないということですね。これどういうふうになるかというと、ケロベベルビーのベロノーカフェ、ケロベベルビーのベロノーカフェ、イレアロンドですベロノーアーグラスゴー、これ、ね、反対になりましたよ。これはね、どういうふうになってるかというと、ワインは飲みたいけどコーヒーはいらん、ロンドンには行くけどグラスゴーには行かんという風になりましたよ。さっきの場合はノーケロベベールでしたけど、これ頭にノーがついてません。ケロベベールビーノーという風になってて、ワインは飲みたいけどコーヒーはいらない、コーヒーの方を逆に否定しているということになりました。ケロベベールビーノーベロノーカフェ、ベアロンドですベロノーアグラスゴー。ちょっと頭がね、今日もこういうのは一番難しいですね。説明するのが一番難しい。分かっていただいておりますでしょうか。あとね、これどっちもいらんわという場合、これどういうふうに使うかというと、ノアニベ、ノアニベという使い方がありますよ。両方ね、否定しますからね。ノーケロベベルビーのニカフェ、ノーケロベベルビーのニカフェ、ワインもコーヒーもいらんわいというふうに言っておりますよ。ノーケロベベルビーのニカフェというふうになりました。これの脳のところを2にしてもいいということになります。ニボイアロンドレスニアグラスゴ、ニボイアロンドレスニアグラスゴ、ロンドンもグラスゴも行かんわいということですね。これはどちらも否定しているということになりますよ。今のがね、まあ、文章を否定するような感じでしたけど、単語自体をね、窃盗というものをつけてね、否定するということができるんですね。で、これもどういうのがあるかというのをちょっと見ておきましょうか。あという言葉を形容詞の前にあけて否定するような言葉があります。例えば、ノルマル。ノルマル。ね、これ通常のとかね、普通のという形容詞ですけど、この前にアをつけましょう。アノルマル。アノルマル。これでね、異常なということになります。ノルマル。あ、ノルマ。で、これで異常なということになりましたよ。あと、例えば、シメトリコ。シメトリコというね、言葉があります。これ、対照的なという言葉ですけど、この前に、あをつけましょう。アシメトリコ。アシメトリコ。というふうに言うところ、非対称なということになりますね。ピカソの絵みたいなやつね。あの、アシメトリコ。というふうに言うということでしょうか。これはね、形容詞の前に、あをつけて否定をしたような言葉ということになりました。次にね、アンチ、これ聞いたことありますよね。アンチの皆さん、私アンチの方ね、いらっしゃいません。アンチという言葉をつけますね。これはね、スタンティーボ、名詞もしくは形容詞の前につけて使います。例えばクリシスね、危機というね、これ名詞があります。危機、もういろんな経済的な危機であるとか、いろんな危機がね、世の中で起こってるわけなんですけど、ここの前にアンチをつけましょう。アンティクリシスというふうに言うところは、危機対策の、危機を予防するということでしょうか。アンティクリシスという言葉がありますよ。あと、例えば形容詞でアレルヒコ、アレルヒカ、ね、これはアレルギーのということですね。アレルギーの、これにアンティをつけましょう。アンティアレルヒコ、アンティアレルヒコというふうに言うと、アレルギー対策をしてあると、こうアレルギーのということになりますね。なんかこう毛のない猫がいますよね。毛のない猫とか、ペロデアゴアっていうね、ワンちゃんがいるんだけど、ムクイヌみたいな、毛がくるくるのワンちゃん。あの子たちはね、アンティアレルヒコということだそうですよ。なんかね、アレルギーが出ないんですって。だね、アレルギーでね、動物アレルギーでお困りの方はね、そういうワンちゃんとか猫ちゃんをね、探してみられるといいと思います。次にね、です。
ですという言葉を、これは名詞、形容詞、あと動詞に付けられるということなんですけど、例えばどういうのがあるかというと、名詞だとね、オルデン、オルデン、ね、これはね、秩序という言葉ですけど、この前にですをつけて、デソルデン、デソルデンというふうになります。これは無秩序ということになりました。オルデン、デソルデン、秩序、無秩序というふうになったということになりました。次に形容詞につけてみましょうか。イグワル、イグワル、ね、この前にですをつけると、デスイグワル、デスイグワルというふうになりましたね。これ、イグワルということは、まあ、同等のということですけど、デスイグワルで、まあ、バラバラなという感じでしょうかね。スペインでね、最近人気の、ね、デスイグワルという洋服のメーカーがありますけど、もう、一枚一枚にみんな違うんですって。布を使ってる布がそれぞれ違ってね、みんなこう柄がくるんブルブルになってるっていうような洋服がありますけど、デスイグワルというね、メーカーになりますよ。動詞でね、アクティバール。アクティバール。移動させるとかね、何かをこうスタートさせるような時に使う言葉。アクティバール。これをね、デスを作るとデスアクティバール。デスアクティバールで解除するとかね、使えなくするとかそういう意味になりますね。今のがデス。デスをつけました。で最後にね、in、in という言葉を形容詞、もしくは動詞につけてみましょう。例えば、util、util、これ役立つというね、形容詞ですけど、この前に in をつけて、inutil、inutil、これ役に立たない、役立たずというふうになりました。inutil ね、inutil。次に動詞で、capacitar、capacitar。ね、これはまあ何でしょう。適合させるということですけど、これに in をつけると、incapacitar。インカパシタル、不適格にするという風になりましたね。で、このね、インに関してなんですけど、ちょっとね、不規則なものがありますので、ちょっと説明しておきましょう。つける言葉の頭、出だしね、それがペ、ペ、ピ、もしくはペで始まる場合は、このインがね、インのエネのところがエメになります。イン、インという風になります。例えば、オシーブレ。possible という言葉がありますね。可能なということですけど、これにつけた場合は impossible。impossible というふうに、ime というふうになりましたよ。impossible。で、これ不可能なということになりますね。ele。ele の前では e だけになります。in じゃなくて e になります。legal。legal。これと illegal。illegal というふうになりました。これ e だけでしょ。インレガルじゃなくて、イレガルという風になるということですね。あともう一つだけ法則で、エレの前、エレの前ね、エレの前だと、イエレになります。イエレ、インじゃなくて、イエレという風になります。例えば、レアル、レアル、これと、イレアル、イレアルという風になったということでしょうか。ちょっと難しかったでしょうかね。単語自体をもう否定してしまうような接頭語というのがね、ありますのでね。ちょっとこれもね、ちょっと参考程度にご紹介しておきました。今日はね、ちょっとスペイン語でいろんなことをね、否定してみようというね、テーマでやってみましたけどね。まあ、脳だけじゃなくてね、いろんな使い方があるということですからね。まあ、しっかり脳が言えるようなね、人間になってみたいもんだということでね、ちょっと今日企画してみましたけど、日本ではね、ちょっと曖昧な感じでお答えをするようなことがね、多いかもしれませんけど、外国に出た時はですよ、しっかり脳と言えるようになりましょうということでございますよ。今日はこんな感じでね、スペイン語で否定をする言葉というのをお勉強してみましたけど、いかがだったでしょうか。また次回もサバイバルで楽しいお勉強してまいりましょう。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントとベルマーク登録ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちらマララでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、アスタルー。